ちょっとなんか独特な、なんかこう、ね、絶海の孤島みたいなところに島みたいなのが、ちょっと変わった形の島っていうか、おはようございます。はい、七種ロケの朝のお時間でございます。おはよう、ぐもにもに。ね、はい、七種ロケの七種です。くまこです。はい、というわけでございまして、ね、今回はこの二人でやっていこうと思いますけれどもね。今回はですね、ちょっと私がちょっとね、おしゃべりしちゃうタイプのやつでございましてね。まあなんかね、朝ですからね、怖い話しゃべるんか貴様って思ってる方もいます。まあそんなことはなくですね。ただちょっとね、今回はですね、まあ、時々やってる企画ですけど、怖い絵を紹介する。わー、あれ好き、あれ好き。まあ、くまこは結構ね、面白がってくれてるやつなんですけど、ちょっと今回もですね、私、実はですね、美術史、ね、西洋美術史って言ってな、キリスト教絵画とかのね、まあ、歴史とかの勉強を大学時代しておりまして、それゆえにですね、絵画めっちゃ詳しいんですよ。自分で言うのもなんだけど。うん。でいろんな絵画を知ってるんですけど、中にはまあ怖い絵とかね、その画家が怖いとか、絵が怖いとか、その絵の背景が怖いとか、まあいろんなのあるんですけど、まあなんかそういうのがあるので、ちょっと今回もですね、ちょっと一枚ね、絵をピックアップして、この絵実は怖いんですよ、みたいな感じのね、トークをやっていこうという、まあそんな感じの企画でございますと。はい。というわけでございまして、早速今回もやっていこうと思います。イエーイ。はい。はい、というわけでございましてね、今回の、怖い絵はですね、アルノルト・ベックリンの火の島という絵でございます。こちらですね。はい、あ、見たことある。あ、本当。うん。これね、でも見たことある人結構いると思うよ。うんうん。うん。で、さらに言うと、これ、まあ、1枚ね、今回ちょっとメインのね、絵として紹介してるんですけど、この死の島って、実は5枚ぐらい描かれてて。そう。私はね、実はね、この1枚で有名なやつ1個あるのと、あとね、もう1枚、こちらなんですけど、3枚目に描かれた、ベックリンの死の島。こちらの方私はむしろ知ってて好きなんですけど、っていう感じでいくつか、そのなんか1枚目から5枚目まで、それぞれちょっとだけ違うような、でも同じテーマの絵っていうのがあるっていう感じでございますと。勝手にパロディだと思ってたんだけどさ、うん、違う絵を見たことがあって。あ、はい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 。で、勝手に違う作者のパロディかと思ってたんだけど、あ、全部同じ人だったってこと？同じ人なんですよ。そう。ベックリンのね、絵なんですけど。やっぱこれね、まず引っかかるのはタイトルですよ。死の島と。ね。なってるんですけど、実はこの死の島っていうね、さっきちょっと触れちゃうんですけど、タイトル自体はこの画家であるベックリン、そのね、本人が決めたわけじゃなくて、そのベックリンの、まあこう、ギャラリストって言ってね、ベックリンの絵とかを、まあコレクションして、まあ、なんだろうな、売り出していくみたいな立場の人ですね。画商って言われる人ですけど、まあ、が、この絵を死の島と名付けようっていう感じで、まあ言ってたので、本人の意向ではないんだけど、でも死の島。タイトルがついてるだけあって、まあ、その死の要素が実はめちゃめちゃこの絵の中にあると。で、特に何にも分かんなくても絵見てるとなんかちょっと不安になる要素はあるじゃん。なんか、うん、ちょっとなんか独特な、なんかこう、ね、絶海の孤島みたいなところに島みたいなのがちょっと変わった形の島っていうか、そびえ立つ岩と、なんかこれ糸杉っていう杉のね、一種なんですけど、杉の木がふわーって立ってるて、その手前にはね、船で漕ぎ出してる人がいるみたいな、何なんだろうこの絵っていう、ちょっと不安な感じになるような絵なんですけど、ちょっと今回はですね、この絵一体何なんでしょうというところをね、紹介していこうと思います。はい。でですね、まあ、画家情報、ね、アルノルト・ベックリンっていうね、画家なんですけど、出身はスイスです。で、活躍した場所っていうのはドイツとかイタリア。で、まあ、活躍した時期っていうのは、1800年代ですね。だから19世紀ぐらいですね。の世紀末というか、まあ、1827年生まれ1901年没という感じなので、まあ、その時期に活躍した画家でございますと。まあ、その実はね、この時期が被る、このね、アルノルト・ベックリンと時期が被る、まあ、当時の美術の風潮として、印象派。ありますね。モネとか、ルノワールとかね。日本人大好きですけど、印象派がフランスで全盛期の頃に、まあ、ドイツとかイタリアを活動拠点にして、文学とか神話とか聖書とかそういうのものを題材にした、想像の世界の絵を描くっていうことをやってた、まあそういう、まあなんていうかな、動きというか、まあ象徴主義っていう、まあ美術の潮流があるんですけど、まあその、画家の代表的な一人になってますという感じですと。で、さっきちらっと触れたんですけど、この死の島に何が書かれているかについてはちょっと触れていくんですけど、一応、さっき言った通りで5枚絵を描いていて、これは、1880年から86年の間にこの5枚を描いているっていう感じですね。で、ベックリン本人は、じゃあこの死の島という絵に対して、何を言ってるかって言ったら、夢の中の絵みたいな感じみたいな、ふわっとしたことしか全然言ってなくって、何もこの絵について語ってないんですよ。っていう状態なんだけど、絵そのものを見ていくと、まずそもそも結構空模様とかも、スカーンってね、明るいね、快晴って感じではなく、なんかちょっと不穏な雰囲気あるし、さっきも触れた通りで、やっぱりちょっと糸杉が結構暗い糸杉がふわーって伸びてて、岸壁もふわーっていって、なんか、それこそ字の通り取り付く島のない感じというか、そういう雰囲気の島じゃないですか。で、さらにこれ、ちょっとよく見てみると、岸壁、岩の、途中に穴が開いてるんですよ。そう、四角い穴みたいな、窓みたいな穴が開いてると思うんですけど、それもなんか変な感じがするし、で、さらにその島の手前にある船、そこにフォーカス当てると、ちょっとちっちゃいね、見にくいかもしれないですけど、これ、漕ぎ手がいるんですよね。ボートを漕いでる人がいて。で、さらにその漕ぎ手の前には、白い布みたいなものをまとってる人間がスーって立ってるんですよ。まっすぐ直立不動で。で、さらにその人の前に四角い白い箱みたいな、横長の箱みたいなやつがポンって乗ってるんですよ、ボートに。これ何なんだろうっての気になるし、だから結構この辺がなんか気味が悪いなんか要素で、こういうのが重なった結果、見た瞬間にちょっと不穏な気持ちになるみたいなのがあるんじゃないかなと思うんですよね。ここからはですね、この死の島っていうのが一体じゃあ何をテーマに、どういうものを描こうとして描かれてきたのかというところ、ここちょっと触れていこうと思うんですけど、これもちろんベックリン本人がね、特にこの絵画について触れてないんで、正確に実際画家が言ってる通りそうっていうわけじゃなくて、後世の美術批評家とかね、鑑賞者たちが、こういうふうに感じ取ったみたいなものの、集大成になっちゃうんですけど、これ、やっぱり死の島というタイトルであることもあり、やはりこれは人のね、死を、表している絵なんじゃないかという説が一番濃厚なんですよ。で、それをね、プッシュするね、論がいくつかあって、それがね、まず、この船の漕ぎ手、ちょっとすっげえちっちゃくて見にくいんだけど、一番船の後ろに乗ってるっていうか、その漕ぎ手が、これ実はギリシャ神話に登場する死者の魂を冥府っていうね、あの世へ送る、案内をするカロンっていうね、存在がいるんですけども、そのカロンなんじゃないかという説があるんですよ。で、かつね、やっぱりこの白い服、やっぱなんか日本でも死に装束って言ったら白じゃないですか。で、海外でも結構やっぱりヨーロッパとかでもね、死者を送る時とかには白い布の服をかぶってね、着るとか、そういう文化があったりするんで、白ってやっぱり死のね、連想するような色ではあるんですよ。だからこれ白い服に白い箱。あれ、この箱って何なんだろう。これ実はね、亡くなってる方が入ってんじゃないのとか、ね。そういうふうに考えられたりとか、あとはやっぱり絶海の孤島のね、中のなんていうの、岸壁とね、杉の感じと、孤島って感じですよ、本当に。死者をね、送り届けるじゃないけど、みたいな感じで書かれてるので、やっぱり人の住んでいる明るい世界、ね、生活していて、死を感じさせないような世界の中で生きてる、とことは隔絶された、あの世的なものとして、表現されているんじゃないかと。いうところもあり、あとは自然の中で死の世界へ向かっていってるみたいな感じになって表現されてるから、これはベックリン自体もちょっとそういう要素があったらしいんですけど、現代の文明に対するちょっと嫌悪感とか、あとは人間ってどうせやっぱり死ぬじゃないっていうような無情感みたいな。そういうものとかっていうのも、ここに表現されてるんじゃないかと言われてるんですよ。で、この四角い箱がね、さっき言った通りで、これ、人が入ってる棺桶なんじゃねえのって説が一個あって、その棺桶をじゃあなんでこっちに持ってくんだろう、どこに行くんだろうって言ったら、島に上陸して、さっき言った四角い岸壁が、これ実は墓地なんじゃないかと言われてるんですよ。そういう感じでございますと。はい。で、これが、まあ、死の島に書かれているもののメインの考察で、やっぱり死の島だけあって、死について書かれてるね、となってはいるんだけど、じゃあなんでこんな絵をベックリンは描いたんでしょうっていうところ、ちょっと触れてくるんですけど、これね、結構ちゃんと理由がありそうだと。ベックリン本人は言ってるわけじゃないんだけど、言われておりまして、これね、なんでそうだったのかなって、まあ、当時っていうのがそうだったのかなってちょっとあるかもしれないですけど、ベックリンっていう画家は、実は14人も子供いたらしいんですよ。大家族。大家族。なんだが、14人中8人死んでるんですよ。そう。まあまあ、多分いろいろあったんでしょうね。病気とか事故とか。まあ何があったかちょっとわかんない。当時ほどね、医療は発展しないですから、今みたいにね。だから、もしかすると、なんかそういうので、まあ、今だったら助かる病気とかで若くして亡くなっちゃったりとかしてんのかなと思うんだけど、幼くして多分亡くなってるんですよね。で、実はそのベックリンのその情報っていうのが、まあ、日本語とかではなかなか出てこなかったんですけど、まあ、とりあえず14人中8人の子供が亡くなってるっていうことと、最初の3枚の、今回紹介してる、メインで紹介してるね、絵は1枚目の絵なんですけど、が描かれてるのはイタリアのフィレンツェっていう街だったんですけど、そのフィレンツェには、なんかそのイギリス人墓地みたいなのがあって、その墓地の片隅に、その当時亡くなったばかりだった娘のマリアっていうね、女の子がいたんですけど、そのベックリンの娘の遺体が埋葬されていて、その近くで亡くなった後に描いてたんじゃないかと、言われていて、まあ、これもわからないんだけど、多分、ベックリンは自分の亡くなった娘、まあ子供がね、亡くなってっていうのは続いてるから、多分すごい絶望感というか、いろいろあった中で、その自分の娘の死を悼んで描いたんじゃないかというふうには言われておりますと。で、そういう、まあ、絵なんですけど、これね、すごいね、このベックリンの死の島、まあもちろんこのビジュアルのインパクトももちろんあるんですけど、まあ世界中で結構知られてるんですよ。だからもちろんね、熊子もなんか知ってるわってなったと思うんですけど、結構本当に知ってる人が多くて、さらに言うと、とにかく、これ当時もヒットしたんですよ、ヨーロッパですごく。だからちょっと不思議じゃん。死の島って、でしかも娘の死を悼んで描いたような、ね、文明から隔絶されたね、孤島に、その死者の魂を送り届けるみたいなシーンを幻想的な感じで、ちょっとね、不穏を煽るような感じの、ね、絵で描いたっていう、その作品がめちゃくちゃヒットしたわけですよ、ヨーロッパ中で。で、そのヒット具合っていうのがすごくって、まず、郵便はがきのデザインになってたらしいですよね。あ、そう。ポストカード持ってんの。そうなんや。そう。でもね、多分、日本でも売れてると思うよ、結構。買ってる人いると思う。結構好きな人多いと思うし、これね、他の、まあ、有名な作家さんがいて、その文学の、その作家さんで、ちょっと多分そのね、このベックリンを知ってる人だったと思うんですけど、その人が、ベックリンのこの死の島がどんだけヒットしてたかをこう表現したんだけど、ドイツのベルリンのどの家庭にも死の島の絵があると。デザインがあったり、その、なんだろう、絵が飾ってあったり、あちこちにあると。そうご家庭でそういう感じだったらしいんですよ。そのね、印刷したものとか多分あったんでしょうね、きっと。で、それぐらい人気があって、で、これ有名な人でも結構持ってた人たちいっぱいいるんですよ。で、まず、オーストリアの心理学者、そして精神科医のフロイトですね。夢診断っていうかね、夢とかについていろいろ研究されてた方ですけど、フロイト、知ってる人もいると思うんですけど、とかも、すごく、大好きだった。ベックリンの絵すごいいいよねって言ってたらしいし、あとロシアのね、政治指導者のあるレーニンですね。レーニンもそうだし、あと作曲家としてね、ピアノの曲がめちゃくちゃ難しいで有名なラフマニノフっていうね、方もいるんですけど、ラフマニノフなんてね、もう好きすぎて、ベックリンの死の島をもうオマージュして、そのまま交響詩、死の島っていう曲作ってるんですよ。すごっ。そう。めちゃくちゃハマってるんですよね。崇拝じゃん、もう。そう。で、さらに、私も好きな作家でもあるんですけど、多分日本でもね、国語の教科書とかで多分出てきたことがあると思うんですけど、ヘルマン・ヘッセっていう、ドイツ生まれのね、作家さんがいるんですけど、そのヘルマン・ヘッセも、なんか結構好きだったらしくって、だからヨーロッパ中の結構知識人階級とか、政治家たちとかも結構好んでたっていうことなんですよ。で、一般家庭にも流通するぐらい、この死の島が大ヒットをしたと。いう感じなんですよね。で、中にですね、この人もっていう人が実はいまして、ナチスのヒトラーあの人画家だったもんね、もともと。そうなんですよ。ヒトラーはもともと美術の方に進みたかったけど、才能がなくて進めなくて、ちょっとそういう絵画とかには造形が深いよね。いろいろ知ってるんですよね。好きなんですよ、アートが。で、ね、やっぱりそういうのがあったからと思うんですけど、そのヒトラーが、執務室、ね、自分が仕事をする部屋に、ベックリンの描いたこの死の島の5枚のうち3枚をゲットして飾ってたらしい。すごっ。そう。だから、ベックリンのもう、なんかコレクターだったんですよ。ヒトラーって。で、そんなヒトラーについてちょっと触れようかなと思うんですよね。だってヒトラーって言ったら、まあ、だいぶやらかした人じゃないですか。そう、世界的に見てもね。っていうような人で、まあ、ちょっとここら辺あんまり突っ込んでいくとね、人によって多分ね、捉え方が違ってきちゃうから、ちょっとあんまり突っ込まないつもりなんですけど、ヒトラーという人は、当時ね、ちょっと美術に対してこんな制作をしてたんですよ。実は芸術に口出しをしてたんですよ。で、それは何かっていうと、退廃芸術と呼ばれる、当時のね、最先端な現代アート、当時でいうところね、現代アートはダメよと、こんな絵はクソだと、大敗してるって言ったんです。大敗芸術だっつって。ドイツ的芸術っていう風にね、ヒトラーが言っていた、簡単に言うと古典的な絵ですね。例えば神話とかそういうものをね、歴史とかっていうのをテーマにして、まあ、なるべく人間を人間の姿としてちゃんとね、写実的に描いているっていうね、そういう古典的な絵画がドイツ的な芸術ですよというふうに、これをね、皆さん愛していきましょうみたいな感じで言ってるくらいには、その古典的な絵を大事にしたんですけど、ちょっとね、比較対象がないんで分かりづらいかもしれないですけど、このベックリンっていう画家は古典的な、結構絵を描かれる方なんですよね。まあ、いわゆる油絵の、いわゆるそのモチーフをちゃんと見て、それっぽく実際に存在するような感じで、ちゃんと人間とかも描くようなタイプの人だったので、まあ、その辺がまずすごい気に入ってたってのが1個あるんですけど、なんかね、ヒトラーに一番刺さった理由、そしてまあこれ実を言うとヒトラーがある意味死の島を利用した部分があって、それがペシミズムって言われる遠征主義とか悲観主義って言われる、要するにさっき言った無常感でちょっと言ったんですけど、まあ、この世ってのはいずれ終わっちまうんだ、人間なんて一生懸命楽しく過ごしたって、でもどうせ死ぬんだみたいな感じの、なんか投げやりな感じっていうか、そういうなんか考え方が当時流行ってたんですよ。でそれどうしてかというと、まあ、19世紀の末だったので、なんだろう、世紀が終わる、その世紀末っていうね、まあ、世紀末芸術の一種でもあるんですよ、実はこのベックリンのね、絵画っていうのは。で、その時期ってみんなが、ああ、なんか、いろいろね、こう世界はどんどん目まぐるしく変わってって、みんなも置いてかれてってるけど、なんか、生きててもなんかあれだよなーって、どうせ人って死ぬし、頑張っても意味ねえし、みたいな感じの、なんかわかんないけど、ちょっとこう、冷たく、悲観しながら見ていくみたいな時代だったんですよ、当時。で、ヒトラーも実はちょっとそういう考え方をしてたんですよね。ヒトラーがなんであんなね、大戦争、ね、を起こしてしまってたかっていうのは、実はそこにも一個問題があると思ってて、ヒトラーは、戦争っていうものの考え方を、人々の中であるね、戦争って怖いもの、悪いもの、やばいものっていう考え方を変えさせようとしたんですよ。プロパガンダを行ってね。どういうふうに変えさせようとしたかっていうと、みんなしょうがないじゃん。人間って生きてたらいつか死んじゃうし、それと同じで戦争だって誰かが始めるんじゃなくて自然に始まっちゃうんだよと。君たちはみんな人間をやってるということは全員が戦争に参加するのが決まってるんだよと。そういう戦争をある意味肯定するような考え方にそのね、悲観主義、遠征主義、ペシミズムってものを紐付けたっていうのがヒトラーなんですよ。で、それをするために、この死の島を、ある種利用というわけじゃないけどね、そのはっきり利用したわけじゃないんだけど、死の島という絵画が彼が好きだったのは、戦争だって同じだよと。ね、人の死と同じように、同等に自然に発生して訪れるものなんだよということが、多分、まあ、あったんでしょうね、ヒトラーの中で。それが、ベックリンの言ってる、まあ、死んだら、こういうね、自然の中に帰ってくじゃないけど、まあ、こういうね、でも人ってやっぱ死ぬよね、どっちにしろって。死を忘れちゃいけないよね、みたいな感じの、この空気感っていうのが刺さったんだろうね、ヒトラーにすごく。っていうのが、ヒトラーがベックリンにすごくハマっちゃった理由だったポイント。そう。だからこれ、結構面白いんですよね。ヒトラーがっていうのが多分1個あるんですけど。なんかその人々の流行りの心情を利用して乗っかったっていう感もあるよね、なんかヒトラーは、ね、もしかしたらそうかもしれない。ヒトラーが、まあ多分好きだったのは多分本当だと思うんだけど、多分利用したところはあると思う、少なからず。人々の間に世紀末芸術的なね、そういう悲観的な考え方がハマってて、ベックリンもヒットして、で、死の島がヒットしたから、なぜなら戦争だってそういうもんでしょって、みんな戦争起こるかもしれないけど、諦めてねっていう、なんかそういう感じのところあったのかなとは思うね。まあ、ちょっとまあ私はヒトラーについて詳しくないからやや曲解したかもしれないですけど、まあまあそういうふうにちょっと捉えるのもまあそうかもなって思える部分があるかなと思ってまして、で最後にもう一個ねちょっとね言いたいことがあって、これ実は日本の有名人でも一人このベックリンの死の島をまあ、作品を作るクリエイターなわけですけど、作品の中で取り込んでる人いるんですよ。有名、誰でしょう。超有名です。日本でも、日本が誇る人です。誰でしょうっていうね。なんか思いつく？ちなみに日本で有名で、手塚治虫さん。まあでもジャンル的には近い。手塚治虫さんは漫画ですけど、アニメの監督で宮崎駿さん。ジブリのね。そうこれね気づいてる人もいるのかもしれないけど、宮崎駿さんが映画のモチーフに死の島を取り入れてるんですよ、実は。そうなんだ。作品で。で、私実はあんま見てないんでわかんないんですけど、結構最近話題になった「君たちはどう生きるか」あれのクライマックスの一箇所というか、まあ、クライマックスシーンいくつかあるところの中の一箇所に、この作品のこのね、死の島、ベックリンの死の島をモチーフにしていると解釈されている箇所があります。これちょっと私はちょっとね、あんま知らないので、もし知ってる方がいたら多分、あーってなると思うぐらいには、結構はっきりと、なんか島があって、鳥が飛んでてみたいなのがあるらしいですよ。ちょっと私はね、ちょっとネタバレになっちゃって言わないんですけど、っていうところがあるらしい。と、あともう一個、風立ちぬっていうね、まあありますよね。あれもまあまあ作っておられますけど、風立ちぬの時にも実はこう主人公がドイツのホテルかなんか泊まった時は分かんないけど、ちょっと私も見てないんで分かんないですけど、なんかそのシーンがあるらしくって、そこで死の島の絵がかかってるみたいな、そうなんだ、登場しているらしいというのは調べたら出てきたんですよ。ヒトラーってさ、なんか宮崎駿さんが最も嫌いそうじゃん。なんかまあちょっと分かんないけどね、実際は、あんまりその対極になりそうじゃん、なんかヒトラーと宮崎駿さんって。だけど宮崎駿さんがなぜこの死の島を取り入れてやってるかっていうのはちょっと面白くって、多分これね、まあ、本人が言ったわけじゃないですよ。これ本人が言ったわけじゃなくて勝手に考察してるんですけど、皆さんがいろんな人たちが多分この世紀末芸術の時の、死に対するなんか距離感の近さですね。ベックリンのこの死の島みたいな感じの死をモチーフにすることの、まあ、距離の近さ、そしてみんながそれに賛同し、うわすごい素敵、そうだよね、なんか死なんてもう身近なもんだし、なんかね世の中って無情だよねみたいな感じの、みんなのそのなんとなく世紀末的な大敗的な雰囲気になっちゃってるみたいなものに飲まれていくと、戦争にそのまま入ってくよ。それって怖いよねっていう。逆にあれだよね、ヒトラーを利用したそのヒトラーの、ね、一連の流れ、このね、第二次世界大戦の一連の流れみたいなものを含めて、それの教訓として死の島のモチーフを取り入れてるんじゃないかという説があるんですよ。確かに、風立ちぬ戦争のお話だもんね、戦闘機のお話だもんね、確か。そうなんですよ。だから、まあ、あれは直接的かもしれないけど、結構。なんかやっぱそれをあえてそこに入れるのってさ、もう宮崎駿さんみたいな人間がね、何も考えずにそのシーンを使うとは思えないじゃん、やっぱり。絶対考えて入れてると思うんで、もしそういう風に考えてるのね、もう本人じゃないんでね、これ勝手なもう当てずいのになっちゃうんだけど、もしそうなのね、意図したのであれば、多分そういう簡単に安易に死へ憧れたりとかね、死を憧れたりとかね、死に近づいていくっていうのは危ないぜっていう。ね、それよりは性に対してしっかりと真摯に向き合っていった方がいいんじゃねえのっていうことなんじゃないかっていう、まあ、考察がありますよと。というわけでございましてね、まあ、ここまでああだこうだ言ってきたんですけど、今回のアルノルト・ベックリンっていうね、死の島っていうのはもう、まあ、見るからにではあるんですけど、紐解いてたら確かに死を表現してるものではあるんだけど、それが時代背景と紐づいてて、その時代背景上みんながなんとなくああもうね世紀末だみたいな。そういうなんとなくダウナーな気分になってた時期だったっていうのが、すごくこの絵がヒットしてしまった背景にあるし、それがヒトラー、そして第二次世界大戦、そして宮崎駿作品に全部つながってるっていうのを、なんかすごくこう歴史のなんかね波みたいなものを感じません？なんかね影響力がすごいなっていう。でもねそれぐらいでもこのねなんかモチーフっていうかこの絵死の島という絵のインパクトってすごく大きかったんだろうなっていうのを感じるし、私もね、今回選んだけど、やっぱすごいなんか心惹かれる作品だったんですよ、ずっと。それもなんか、ね、少なからず日本人もちょっと遠征的なと言ったらあれだけど、なんか働くって何なんだろうとか、なんか生きるって何なんだろうって結構考える民族だと思ってるんですよ、日本人って。だからちょっと日本人も結構好きな人多いのは多分そういうとこあんのかなってちょっと思ってる。私も含めてね。僕も。ね、あ、そう、だから本当多分みんなだからちょっとなんかちょっと興味湧くなってこの絵に対して思った人は結構そういう要素あるかもしれないっていうね。そうっていう風にちょっと感じたな。っていうまあね、怖い絵とは言ったんですけど、紐解いてみると、まあ、実は歴史にすごくね根ざして人の心に根ざしてるような、作品で、ベックリン自身は実は身近な自分の娘を悼んだ絵だったんじゃないかと言われている、まあ、そんな感じの作品でしたと。はい、というわけでございましてね、今回は、ベックリーの、死の島についてね、ちょっとご紹介というか考察も踏まえたね、紹介をしていったわけでございますけども、いかがでしたでしょうか。ありがとうございますね。ちょっと拍手もらっちゃうとね、ちょっとね、またやっちゃおうみたいな、ちょっと舞い上がって、またやっちゃおうみたいな感じの気持ちになるんですけども、結構やっぱ好きでね、ちょっと私は絵画とかそういうの好きなんですけど、やっぱ怖い絵とかってなんかちょっと心惹かれるじゃないですか。そう。私もなんかどっちかっていうと、怪談とか、ホラー映画とかホラー小説とかよりもどっちかって怖い絵とかイラストからどっちかって入ってるんで、もともとが好きだったってところで言うと、だから結構自分としては原点でもあり、なんかそのそわっとする、なんかなんだろうこの絵、なんかちょっと気味が悪いみたいな感じのものをね、紹介できるので、このコーナー個人的には結構好きなので、なんか画家さんの心理描写が分かるのがすごい好きでいやもうね、もう好きです。私もめちゃめちゃそういうのが。で、その画家のそのね、いろんなも背景とか知ると、でもみんな怖いって感じてるけど、絵とかね、その画家の話聞いても怖いって思ってるかもしれないけど、でもとても人間的っていうね、大体ね。そうだから我々は、ね、怖いものを見て怖いって遠ざけるけど、実は我々の中にその怖さをね、見せるような何かっていうのが眠ってるわけですよと、ね、いう感じでございました。はい、というわけでございまして、今回の動画面白いと思った方は、いいねボタンお願いします。そしてね、よかったらね、コメント等にね、感想をいただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あるいはなんかその扱ってほしい、なんかあの絵とかどうなんですかとか、なんかツイッターとかネットでバズってたあれってどうなんですかとか、なんかあったらぜひ言っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。そしてね、よかったらね、これを機にね、七白家のね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃ、またねー。いらっしゃーい。いらっしゃい。初めてそういえばさ、隣のトトロをね、最初から最後まで全部見たの。あ、この間。初トトロした。初トトロ。もう初トトロしたよ。初ガツオみたいになったけど。あ、トトロってお給料どんぐりなんだね。なんかね。そこなんか。あ、そういうとこかなと思ったけどな。でもそこじゃないよな、あれな。まあええけど。隣のトトロって怒られるかな、これ歌ったらね。バンされちゃうかもしれない。隣のようにピー入れてもらえれば。いらっしゃい。いらっしゃい。